おはようございます。現在朝の3時30分です。3時頃起きましてのんびりしておりました。よし、ぼちぼちね、走りたいと思います。今日はね、ここはあずさ川ですね。長野県のあずさ川で眠っておりました。ぼちぼちね、8時間経ちますんで出発したいと思います。
いっぱい、お腹がはち切れそう、お腹がはち切れそう。よし、ぼちぼちね、また走りたいと思います。雨も上がったな。このまま上がってくれたらいいけどな。カブトムシおらんかな。おりそうなんやけどな。すげえ、こうやったらなんかあごひげみたい。あごひげに見える。小顔効果。よし、またね、ぼちぼち走りたいと思います。はい、今ねラーメン、信州味噌のね味噌ラーメン食べてきました。美味しかった。やっぱり味噌ラーメン好きやわ。うん、なんか味噌って体がええ感じもするしね。気分的なもん。なんか味噌ラーメンって、まあ、味噌って体にいいでしょう。だからなんか味噌ラーメンもね、スープまで飲んで、スープ飲んでもなんか罪悪感がちょっと薄れる感じがする。あ、美味しかった。お腹いっぱい満足。よし、ぼちぼち走ろう。まだ先は長い。ぼちぼち走ろう。はい、今ね、ここは大阪になるんかな、大阪府の茨城仙台寺パーキングですね。ここまで帰ってきております。ここでね、30分休憩取ります。もしもしね、4時間経ちますんで、ここで30分休憩取ってまたね走りたいと思います。ちょっと30分寝よう。眠たくなった。ここでね、ちょっと仮眠します。